XG が M カウントダウンミュージックバンク音楽中心と立て続けに音楽番組に出演しました。はい、はい、今回はその感想と衣装についても話していきたいと思います。はい、XG 応援してる方ぜひぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。まあバズっております。はい、見つかりました完全に見つかりましたね。見つかりましたね。えもう嬉しい。嬉しい ね, ねもうね早くもちょっと寂しくなっちゃってます私バズりすぎちゃってそうね、なんかあ旅立っていくっていうね。そうだね。でも本当に分かりやすくバズったね。分かりやすくバズりましたね。うん、まあ来たと思いましたからね。そうね、うん、コツコツやっててよかった。よかった、うん、でも来た証拠ってよく私たちの中でよくわかるのが、はい、あの同じ K-POP YouTuber さんたちが全くやってなかったのにやりだすって、ね、XG に参入しだすこれはもうバズってるぞっていうことですね。そう昔からやってる方もいらっしゃいますけど、うん、でずっと扱ってもらえないやつもあるのに私たちが扱ってるやつねそうですね、うん、今回は違いました。今回は皆さんもあのお仲間が増えましたっていう感じですよね。これはもうい, い証拠よね。そうですね、もう完全にバズっております、うん、まずは M カウントダウンから。うん、まさかねこんな日が来るとはねと思いましたよね。なんか感慨深かったですね。そうだね、最初見た時ちょっとなんか現実味がなかったですね私ね。あこんな普通に出るんだみたいな、なんかあこれ現実なんだみたいな。やっぱ K-POP のあの歌番組のカメラワークで見れるのはいいですよね。うんうん、楽しかった、うん、そしてすごいうまかったそうですね、うん、すごいうまかった。ズバ抜けてた。ズバ抜けてましたね、うん、それはバズりますよ、うん、ひなたちゃんのオーノーが可愛かったですね。可愛かったね。なんだろう上手にやってたねやっぱり。なんか緊張せずにというか落ち着いてましたよね。落ち着いてたよ。新人っていうのを忘れちゃいますね、うん、かましたって感じ気合入ってたんでしょうね。気合入ってたと思うよ、うん、でもなんか落ち着いてるように見えますね。それがやっぱりそんだけやってたからよ。あそうですね、成果よ。鍛錬の成果ですよね、うん、で衣装は M カは MV の衣装でしたね。そうだね、うん、まあ、コンセプトフォトで着てた衣装もちょっと入ってるかなっていう感じでしたけど、うんね、はい、ジュリアちゃんがバルマンかな、うん、マヤちゃんがキムヘキムですかね、うんうん、そうね、うん、見つけたね。探したよね。すんごい探しましたよ、うん、K-POP アイドルの衣装を載せてくれる人っていっぱいいるじゃないですか、うん、こうインスタのアカウントとか Twitter とか、うんうんうん、XG まだ多分いらっしゃらないのかな。そうなんだよね。そこまで浸透してないからもう自力です。自力でこのロゴからは何か読めるみたいな。なんスーパースローにしてアップにして、ね、ロゴが一部見えたから、うん、こんな名前のブランドあるかもしれないって検索して見つけ出すと。見つけたのがバルマンとキムヘキムですね。そうね、うん、バルマンは前も来てましたから出たね、うん、そっからちょっとね、うん、推理でそうね、はい、で同じようなやっぱりそうだろうねとかって言ってね。そうですね、うん、見つけ出したよね。見つけ出しました、うん、あれでしたね。身長をやっぱり揃えるためにハービーさんとマヤさん以外はかなり厚底を。あれ大変よ。あれ重いんじゃないですか。それねすごいねうまさを感じたのそこ、うん、あんだけの厚底でかなりの厚底入ってましたよね。全然こう遅れを取れないっていうかさ、うんうん、揃ってた揃ってた。だからひなたちゃんとか小柄だからすごい上がってましたね。すごかったね。チッケムが出たじゃない。あそうですね、うん、あのオフィシャルの方から。そうそうそう。それで見るとさうわーってなるよね。って感じ。あれ歩くのも大変な厚底じゃないかなと思いますけど、うん、すごいですね。そこら辺もなんかもうやっぱすごいんだなという、うん、やっぱすごい。エンディング予選もありましたよ。そうだね。ねジュリアちゃんとハービーさん可愛かったね。可愛かった。なんかもうそういうのとかも全部感慨深いです ね、あやるんだ。でもね感慨深いやるんだあそれもやるんだって感じね、もうちょっと異次元の感覚があったから。売り出し方も謎だったし、うんうん、びっくりしちゃって、ね、びっくりしちゃいました。それもやるんだみたいな、ね、そうでなんか歌番組出た後必ずオフィシャルのツイッターにみんななんか集合写真載せるじゃないですか、うんうん、それも XG も来たからあやるんだそう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 。あとあれ言ったらさあの出勤待機、あ出勤待機ねやるんだみたいな全部やるんだっていう、そう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 全部が新鮮っていうね。そうなんです。一通りやってくれたからすごいねありがたかったですよ、うん、ねえ。でなんとその日の出演者で再生回数がもうダントツトップ。そうなの、ね、パフォーマンス動画が上がってて、はい、M カのね、うん、1位、2位の TWICE のナヨンちゃんを抑えて、そうですね、うん、で3位がケプラもそう、はい、だからそうそうたるメンバーの中で3位と1位と、うん、
そうですね、すごいよ、うちのファミリーが。そうなんだ、うん、でもう4位ソンミマスターですから。そうよね、ガルパラマスターですよ。すごいよね、そう考えると ね、すごいプラミスナインですから、うんうん、そうそうたるメンバーですよね。素晴らしい、クスジすごいですね。でもダントツ素晴らしい。でなんと M カは定点も出ました、うん、ファンカム出ましたよ。定点見たらうまさがまたよくわかる、よくわかる、揃ってる、揃ってるね、素晴らしいですね、うん、でなんと全員でギャルピースやってくれたね、やってくれましたよ、うん、あのギャルピース世代としてはありがたい本当の本当のギャルピース世代ですよね、多分アラフォー、うんうん、あでもまあ、あそっか、私ちょっとごめんなさい、あ違います、あれアラフォーぐらいじゃないのかな、ギャルピース知ってたけど裏じゃなかった、裏だったかな、違います、えギャルピースあったよ、ギャルピースあったよ、うん、ギャルピース、ね、ガングロとかのやつでしょ。そうですそうです、うん、そういう周りがヒサロ行ったのに私はね美白で通したのヒサロ行ってたんですね。すごい、そりゃそりゃそりゃ、あそうなんですか、渋谷うろつく女子高生だったから、あ都会の高校生だわ、ヒサロであの、はい、ピンクのリップ、あピンクのなんかちょっとピンクっぽ い、ね、そうそうそう、白系ちょっとピンクのね、はいはいはい、本当にヒサロ行かないと顔色おかしくなるようなやつをつけてたけど、うんうん、私は至って美白でやってた、なんか逆に注目されたよもうね沖縄県民からしたら、うん、ヒサロに行くなんてありえない、いらない、天然ヒサロだもんね、天然ヒサロだから、そんなわざわざ焼くなんてどういうことよって思ってましたよ、ヒサロよヒサロ、そうかその時代ですね、うん、まさかこんなね今ギャルピース来るとは夢にも思いませんでしたよ、ね、本当に、まあ、ルーズソックスも流行ってるらしいですからね、もうびっくりですよ、ルーズソックスはいいよ、足を冷やさないそうですね、そうそう、足首温めますから、温めるからね、いい、あの定点だとすごいなんか悲鳴に近い歓声が入ってましたよ、そうなの、すごいな、ファンが、だから先着順の10名が10名のファンが命がけで叫んでくれたんで、いやーっつってもうそれ叫ぶよねって思います、ね、そりゃそうだよ、はい、でミュージックバンクも出ましたけれども、はい、あのミュージックバンクの方で出勤映像がね、うん、ありましたもんね、うんうんうん、私服姿も見れて礼儀正しい、礼儀正しい、うん、素晴らしかった素晴らしかった。でやっぱ番組ごとにねカメラワーク違うから、うん、違う角度から見れるのは嬉しいですね、ね、で、まあ、地上波でさよならはなかったね、うん、韓国語でした ね、まあまあ、うん、韓国のね観客にというか配慮もあるかもしれないですね、ダメだもんね、日本語で歌っちゃダメなんでしょ、そうね、なんかそういうのとかもありますよね、そういうのあるんじゃないの、ね、あれそういう知らんけど、そういう感じかな、なんかあるよね、うん、厳しいんだよ ね、聞きますよね、うんうん、でこっちも MV で着ていたあのちょっとゴージャスな方の衣装です ね、うん、キンクロの、うん、ひなたちゃんのツイードがバルマンでした ね、ツイッターで見かけた情報だと、うん、XG のメイクはブラックピンクと同じサロンらしいですよ、うん、おお、うん、すごいね、そうそうそう、ガルクラっていうか、そうだね、ブラックピンク姉さんたちはいろんなとこ行ってるから、うん、今そのサロンはちょっと暇なんじゃないそうかもしれない、海外に海外セレブだから、もう確かに確かに、うん、今じゃあ XG でそうだ、そうだということかもしれないですね、そういうことなんじゃないかな、はい、そうかも、手が空いてんじゃないかな、そうかもしれない姉さんたち飛び回ってるからセレブですから、そう、ね、職業もセレブみたいな感じだから、うんだね、職業セレブだよ、ね、みたいな感じになってるから、だってもうカンバックいつすんだろうね、うん、ね、うん、あのね徴兵が終わっちゃうって話ですよねブラックピンクがね、うん、カンバックしない間にね徴兵終わっちゃうっていう、みんな帰ってくるってね、そうそうありますけれどもミュージックバンクの再生回数も、まあ、ナヨンさんに続いてすごい ね、うん、すごいすね、地上波でよ、すごいよ、すごい、だから完全に見つかったという、見つかっております、証拠よね、であのミュージックバンクの定番の階段に XG もいました、うん、ね、もうそれもなんかおーって感じですね、そうね、階段で写真撮るよ ねみたいな、でよくちゃんと見れたじゃない、そのミュージックバンクのさ、言ったらケプラが1位だったじゃん、はい、そうです ね、うん、でちょっとアイコンタクトじゃないけど、うん、なんかね声かけてるように見えましたけどね、まやちゃんとかもなんか嬉しそうでしたよね、そうそうそう、すごいすごい見て吐けながら XG が見てましたよ ね、うん、まやちゃんがちょっと光るみたいな、わかんないですけど、ね、だから、うん、言ってた気がする、 あるかもね、あるかもねと思ったら、うん、サイモン兄さんが兄さんがね、うん、兄さんがインスタに上げてましたよ、上げてくれたね、ひかるちゃんと一緒に、ね、だから全部撮ってたというのを追ってから上げてくれたのかな、あそうかもしれないね、うん、しかも出演が一通り終わったから、うんうんうん、よかったです ね、 よかったね、ちょうど同じ時で ね同じ時とは限らないですからね、限らないなかなか、だからさもう運命的なご縁よ、うん、ご縁ですね、ひかるちゃんよかった ね、 ね、あの嬉しそうにタッツタッタ踊ってたじゃないですか、やってた、可愛かったですよね、そうよ、だからねもう、うん、オープンになってますからね、ファミリーでございますね、うん、そうそう、うん、音楽中心にも出ましたけれども、
こちらもまあ MV で見た衣装ですよね、うん、でこの3個だけだもんね、うん、あの全部揃えで踊ってたのはそうですねチーム全員揃ってる衣装そうですねで PE ネーションっていうロゴが結構ね、うん、スポーティーなブランドのやつで、うんはい、それのリメイクだよねですよねあれは作ってますよね、うん、作ってると思うオーダーで作ってるんじゃないかなっていう感じ、ね、ひらひらつけてね、うん、意外とすごいスポーティーなブランドだから、うんうんうん、ああいうデザインのものがあるわけじゃないですかね、うん、おしゃれにリメイクしてる、うんうんうん、あの衣装好きですねいい、うん、雑誌の表紙にもねあの衣装でなってました ね本当にリメイクが大ブームだ、ね、大ブームリメイク大ブームね、うんうん、今年しばらくこれじゃないですかそうだね、うん来たね来ましたねリメイクね、うんうん、でなんとタイムズスクエアに XG の広告が出ているということで、ね、どなたさんがあ Spotify ですね、うん、あの音楽サービスの Spotify の巨大デジタルサイネージ広告がタイムズスクエアに出たっていうことでもうタイムズスクエアに XG がドンと押されてるということだよねってことですよね、うんうんうん、でなんか南米東南アジアを中心に音楽サブスクリプションサービスレッソっていうんですかね、うん、のなんかブランドウェブ CM にも寄与されてると南米アジア人気出るでしょ出ますよね出る出る欧米にも見つかりますよね見つかると思うていうかまあでももう最初から欧米が先ですもんねそうそう K-POP で、うん、韓国の音楽番組に出たら、うん、そこら辺の人たち熱いじゃない、うん、熱いだからもう見つけてくれてると思う南米の人たちとか結構熱いですよね熱い熱い軽音の映像とか見るとねそう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 でもあのワンオンの方たちが早かったですから日本人よりも ね、うん、ね XG 見つけるの、うん、なんかね私こう XG がバズってるから、うん、ワンオンの方たちあワンオンの方たちってあのリアクション動画の外国人の方たちの話なんですけど、うんうんうん、は初期の頃からやってらっしゃるじゃないですか、うん、だからもう勝手にもう仲間みたいな気持ちがあって喋、うん、れないのにワンオンの人たちにやったねっていうね今気持ちを持ってますあの人たちに言いたい分かります分かる分かるなんか同志っていうか仲間みたいな気持ちがあって、うんうん、そう全然国も違うしそうね、はい、だけど同じ YouTuber として XG を、ねうん、やってるよかったねって言いたいやったね見つけたねみんなやったねってワンオンのみんなみたいな気持ちがすごいあるんですよ。わかります。わかる。仲間感があるよね。仲間感がね、うん、やっぱあるんですよね。うん、伝えたい彼らに。ワンオンの人見てくんないかな。ワンオンの人ね。あるから海外勢の主張あるから、うん。数少ないけどあります。アメリカとかあるから。アメリカとかありますよ。うんうん、まあ韓国はちょこちょこね、うん、あの見てくださってる人が、ね、韓国から見てますってね、うん、コメントいただいたりしますから、うんうん、ちょっとワンオンの方たちも。いつかワンオンの人とつながる。みたいですけれども、うん、まあ XG といえばダンスプラクティスですよ、うん、そうだね出るかな出るんじゃないそうそうか、まあ、一旦音楽番組は終わったと、はい、で見つかったと、うん、だから逆輸入の日もそう遠くないと思う、うん、そうですね、うん、もうぼちぼちじゃないですかそれこそ朝の情報番組が拾って、うん、歌番組出れるんじゃないねでも出るかどうかですよね、うん、日本のね出るでしょ出ますかね出ると思うよ出てほしいですけどねだって日本買う人多いじゃん CD ね買う人多いじゃんそう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 、まあ、今回あの CD はなんか限定でしたけど、うん、いや次はもう普通に、ね、限定やめるんじゃない、ね、普通に発売するんじゃないですか、うん、そうだと思うよ、うん楽しみ、ね、そうなると日本が欲しいじゃない、うん、欲しい市場がそうです ね買うよいっぱい売ってくれたら買うよいっぱい売ってくれたらね普通に CD 屋さんで買えたらねそう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 いいですよね、うんうん、じゃあ今後のねちょっと活動も楽しみですね、はい